こんにちは、神田間です。本日はですね、5月1日、まあ令和が始まった日ですね。なんだけれども、実はパークマンさんの誕生日、というわけで、2代目小池としてね、2019年3月31日まで活動させてもらってたんですよ、約5年間ね。なんだけど、まあ卒業して今約1年経った今、まあご時世もこんな感じだから、まあ期間限定で、その私の誕生日からパークさんの誕生日の日まで、軟式グローブ、まあ復活しようっていうのを、まあパークさんからご提案をいただいて、それで今日その最終日で、夜インスタライブをするんですけれども、それに向けてね、ちょっと久々にこう最近さ、バッチリメイクするのもさ、全然じゃあメイクしていきますが、使うアイテムはいつも一緒なので先にご紹介しておきます。アンブリオリスト真のメイクアップベースとローラメルシエの粉を一気につけていきます。皆さん元気ですか？私めちゃめちゃ元気です。最近さ、オンライン飲みってさ、思った以上にさ飲んじゃうじゃないですか。気づいたらさ、あれビール、昨日買ったのに、あれ今日、みたいなとこと、こととかあって、でゴミ見るとすごい量があって、ゴミ出しすぎもさ、なんかね、ゴミの業者さんもねえって思っちゃうかもしれないからさ、どうしようと思って、自分自身もお酒摂取しすぎはちょっと良くないと思って、昨日2件オンラインはしごしたのよね。その時にお酒飲むのを我慢したんです。で、終わった後にプシュッと行ったのよ。そしたらすごい幸福度が上がった。これだよなって、なんかこうダラダラとお酒飲むことは、お酒好きとしては、まあ私はお酒好きってよりかはビール好きなんだけど、としてはまあ嬉しいんだけど、なんかありがたみを、このビール一本に対するありがたみをね、そんなお安いわけじゃないからさ、を感じれてすごい嬉しかったです。なんかこの自粛期間、まあメイクとかやってさ、久々に会う人に、こう会う人を驚かせようみたいな感じで思ってたけど、いつ会えるか分かんないから全然気合が入んなかったんだけど、だから美意識の方はね、ピュッてね、実際ぶっちゃけ捨ててるの今、発信しといてごめんなさいね。で、じゃあ何っていうところで、このね、考え方っていろいろあるじゃない。まあいわゆる世で言う心理学よね。なんかその辺もね、学んでるよ。面白い。最近読んでる本が、そこのベッドのところに置いてあるんだけどさ、この2冊私読んでるんですよ。じっくりじっくり、こう1冊をねバーって読むのが苦手なので、テーマごとに行き来して読んでます、これらを。さあ、もう多分いろんな方のさ、今フラストレーションがすごいさ、ネット上はさ、こうわちゃわちゃしてると思うんだよね。あ、3でハイライト入れます。最近は安倍総理が友達かつ恋人だったらとかっていう妄想して遊んでます。神田間です。例えばさ、今日ご飯何食べ行くみたいにさ、みんなになった時にさ、みんながさ、じゃあ餃子、焼肉、寿司みたいな、バー、居酒屋みたいな、焼き鳥でバーって出てってる中でさ、うん、ご飯は食べたいけど、うん、お肉でもいいし魚でもいいし、うんみたいな、いや何がいいか好きなもの言いなよみたいな、意思ちょうだいみたいな。で、恋愛で言うとさ、例えば〇〇しようってさ、彼氏からさ言われたとしてさ、このじゃあいつ会える時のタイミングでここに遊園地にじゃあ行くとかさ、その目標があるからさ、そこに向かってさ、じゃあ何着よっかな、じゃあどんなメイクしていこっかなっていう楽しみがさ、こうできるわけじゃん。その日付設定をさしてくれないしさ、その目的を決められない、もうこんもうみたいなのを一人でやってんだけど、ほんと不謹慎だよね、ごめんなさいね。マスカラの時に口が開くのはなんでだろうね。マジで今まつげの生え変わり時期でさ、すっげー短い。でも短い方が私の目に合ってるかもしれない。懐かしいなー、軟式グローブでの活動。パークさんといろいろ、まあ動画もさ撮ってたけどさ、撮ってない時間の方がさ長かったからさ、いろいろ二人で行った。和歌山県のさ、アドベンチャーワールドって知ってます？あそこ二人で行って一日遊び倒した行きたいね、遊び行きたくなってきちゃう。ダメだよ。パートナーとなる方はね、この自粛期間勉強に努めちゃってるから、何連絡量が増えるとかはないけど、でも分かりやすいなって思ったのがさ、これから住んでいく上でさ、ベッド大きいのを買おうってなって、その連絡だけめちゃめちゃ早い言っちゃったもんね、ほんと分かりやすいねっつって、
不思議よね。でそうなんか私がさ追っかけて追っかけて追っかけての恋愛だったからさ、ん大切にしてくれる人なのか心配ですってさ、すごい優しい方がさたくさんいらっしゃってるんだけど、そこはね大丈夫です。だからその実感がなかったらこの結婚っていうのを望まなかったかな。恋愛でよかったかも。はい、これ以上はちょっと恥ずかしいので、友達がいないと話せません。ライトスカペード。なんかね、おでこに塗るとおでこが丸く見えるらしいんですよ。イエーイ。マックのピーチツイスト。ずっと昔サンバスクずっと使ってて。ねえ、ライブの時にね、あげたんですよ。軟式の。それこそそう、軟式の卒業ライブの大阪の時だっけな。使いかけだったけど。はい、今。髪の毛を下ろして着替えました。これは前見せたユナイテッドアローズで買ったやつ。中にビスチェ着てます。ほらこんな感じで、本当はね私ねブラジャーでもいいくらい気になんないんだけど、ちょっと皆様はびっくりしちゃうと思うのでこんくらいのビスチェです。もう髪色がやばいよね本当に。みんなにすごいヤンキーって言われる。自分でもそう思う。でもヤンキーの道は通ってないんだよね。地元はやんちゃな方たち多いんだけど、いい子ぶって生きてきた側ですね。一番立ち悪いじゃねえかよつって家にいる時間がさ多いからさ、ばあちゃんテレビ電話はないけどこの間ゆっくり電話したの、めっちゃ喜んでくれて。うちのおばあちゃんは野球が大好きなので、今この野球がない期間がすごい寂しそうで、うちのおばあちゃん小林誠二選手と坂本勇人選手が来るとめちゃめちゃ大興奮だったのね。なんだこいつって思って、ばあちゃん何歳になってもイケメン好きじゃねえかよって思って。でもばあちゃんに初めてその球場に連れてってもらったんですよ。小学校の帰りに今から楽しいところに行くよっつって連れてってもらったんだけど、その時にさ松井秀喜選手のグッズで私全身固められたのね、ばあちゃんに。Tシャツからリストバンドから応援のメガホンまで。だからさ、ばあばはさ、すごい強いって言い方したらあれだけど、すごい選手が好きなのかなと思って。たんだけど、そうやって大喜びだから、え、バーバって松井とかが好きなんじゃないのって言ったら、なんか松井はブサイクだから違うよつって、おいおいおいと思ってっていう話があるのよ。面白いでしょうちのばあちゃん。あとその面白いところに連れていくよって話の関連で言うと、うちのお父さん小さい頃に今日は動物園に行くよって言われて行った先が競馬場だったっていう話とかあって、神田家面白いですよ。神田家の自慢みたいじゃあリップオーディシャスリップ9477でございます。オッケー、じゃあパークさんのお祝いの準備をこっからしていきますって言ってもね、何しようって感じなんだけど、不要不急の外出を控えろでしょ今で、買い物行くにしてもすごい人がわんさかいるんですよ、うちの周りね。怖いのね。だから手袋してってんだけど、マスクして手袋してっていうのがあるんだけど、ちょっと出たくないから、家の中にあるもので、ちょっとこの辺飾っといて、インスタライブの時に、ちょっとね、パーって驚かせようと思うんだ。とりあえず、引っ越し業者さんからもらってる、この包装紙。包装紙で文字を書いて貼っとく。あー楽しい、マジこういうの。あーブス。B。あっぴー、B。B。ばー。愛か。めっちゃ性格現れるわ。最後は DIY。DIY じゃない、DAY。H 緑ででもいい感じじゃない、平和みたいな感じ。歯みたいじゃない、虫歯みたいな超楽しい。うちで踊ろう悲しみの僕、歌で手をつなごう、僕らそれぞれの場所で重なり合うよ。アムロちゃん元気かな。ナビエちゃん元気ですか？私は元気です。すごい。だいぶいびつな丸。私の輪郭の方が綺麗な丸じゃない？きれい、汚いわ、テーブルの上が。絶対にカメラに見せれない状態になってる。しんど。セロハンテープがこの辺にあると思っているんだけれども。
なんかさ、小さい頃にさ、歌を歌っちゃう子っているじゃん。お買い物しながらとか、お使い頼まれとか。そのタイプなんだけど、未だに止まらない。セロハンテープをペタペタ貼って、どんどんこれらを壁に貼る。すると、まあびっくり。パークマンさ、きっと喜んでくれる。ルー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 ル。ハッピー。さあ、というわけで完成しました。こちらでございまーす。ハッピーバースデー。なに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 、合ってんのこれ。あれ？でもさ、鏡でこうやってやったら読めるのよ。からインスタライブでこれで読めるはずなの。はい、というわけでパークさんへのサプライズはこちらで完成でございます。ちっちゃいけどね、ちょっとこれで完成やばい、自分が楽しんじゃってるわ。そう、これでお祝いしたいと思いまーす。じゃあ皆さんもインスタライブ、まあインスタライブこれを動画投稿してる時は終わってるけど、まあパークさんと私を引き続きどうぞよろしくお願いいたします。バイバイ。